ガオー浜田山、虎の子不動産です。こんばんは。えー、蒸気船と未来の明治、かな、17文字の日本一長い名前の特急が誕生しました。四国高知を走る、えー、四国土佐時代の夜明け物語、えー。四国に誕生した四国土佐時代の夜明け物語は、日本一長い名称の特急です。 g r 陸奥標の関東ページには全国の特急地覧が載ってますがえ、短い名称では時、ユフの2文字え。長い列車名はこれまで四国真ん中千年物語のかな16文字で最長だった。これが週2020年に四国土佐時代の夜明け物語が17文字となり、 堂々と日本一の長さの特急となりました。列車は二両編成で外観は1号車、黒船がダークブラウン、2号車、空船はシャインホワイト、2色のスカイコスモグルー色です。これは坂本良一と太陽がシンボリックに描かれております。一方、車内のインテリアは1号車が木調目で、青空の天井デザイン。 ぜひ乗ってください。お先に失礼します。うん